はそれぞれの役割を理解し、それを全うする力があります。よー、若い子がどんどん入ってきて、で、ね、去年の苦しい経験とかね、結構味わってる選手が結構多かったんで、まあ、そういったのも踏まえて強くなってるなっていうのもすごく感じますし、で監督が変わってさらによりね強いチームとして戦っていくっていうのを伝えたかったんで、驚いたというか、はい、森下さんだと思ってたので、まあ、それでも選んでいただける何かをこう残せたっていうのは自分にとって自信もつくので、しっかりと自分のプレーができるように準備してやっていけたらなと思ってます。1年間1軍で投げ抜くっていうところが自分の中では目標なので、それに向けての準備を、はい、開幕1軍に入ることが目標ではないので、1年間投げるということを念頭に置いてしっかり取り組んでいきたいと思っています。クリーンアップを任されるっていうのは、まあ、すごいこう期待していただいていると思うんで、はい、しっかり応えたいなと思います。野球漬けっていうキャンプだったので、自分は本当野球に真剣に取り組めた期間だったかなと思います。まあ、やっぱり開幕スタメンってところを目指してやってるので、アピールできる部分をしっかりアピールして、なんとかそこに向けて頑張りたいなっていう思いですね。まあ、何も言われてないですけど、まあ、自分が投げるもんだと思って、まあ、本当去年のオフからずっと準備しているので、選んでいただいたら、まあ、やっぱそこにやっぱ勝ちっていうところをつけれるような、まあ、準備をしていきたいなと思ってます。僕自身としては、まあ、やっぱ15勝ってところを目指して頑張っていきたいなと思ってます。今回、まあ、最後ねちょっとやっぱり故障者とかあったんで、まあ、70点ぐらいにしておきますかね。はい、ピッチャーではね、まあこう思われるじゃないんだけどね、思った以上の選手ね、大竹選手がやっぱりすごくね、いい姿を見せてくれたっていうのがね、すごくね大きいと思うし、バッターはそうね、井上ですかね、なんかちょっと一皮むけたというかね、もう最後の方でそのやっぱり練習やったね、その結果がね、実戦でやっぱりね出たことが、やっぱ本人もすごく、ね、自信になったと思うし、ね、またどんどん使っていきたいね、そういう気持ちになりますよね。ちょっとね出遅れたんですけど、まあね、合流してからは思った以上になるかもわからないけど、ね、そういう姿を見せてくれたんでね、まあ、で実戦でもねやっぱ結果が出てるんでね、まあ、これからどんどんねもっといいピッチャーに、ね、オープン戦当たっていくと思うんですけど、まあ、早くそういうピッチャーにも慣れてね戦力になってほしいですね。はい、最初はね甲子園であるんですけど、まあ、ちょっと寒さもあるかもわからないけど、侍のゲームもあるんでね、まあまあ、それはなんとかね力になれるようにね、やっぱいいピッチャー投げさせたいと思うし、まあ ね、そのゲーム終わってからですね、やっと、ね、逆算してピッチャーも、ね、投げさせていくようになると思うんで、まあ、徐々にねみんながまたもう一段ね調子を上げていくようにねやっていきたいと思いますね。やっぱりちょっと疲れますね、前の時に比べると、まあ、それはもう年取ってるからもうそんなしょうがないですけど、でもやっぱり中盤からはちょっとねすごく早く感じましたね。徳本さんの今のインタビュー、岡田監督のインタビュー聞いてどう感じました？やっぱり思ってるようにこう進んでるなという感じで、うん、自分が思ってたよりうまくいってるんじゃないかなと、まあ、最後の方で故障者出たというけどもね、まあひどいことはないんで、なんかちょっと疲れてそうな感じも見受けられました。まあまあそうね、やっぱり年かなというふうに言いますまあまあそれはねずっと立ちっぱなしやからね、はい、そうですね、はい、だからまあ疲れは出ますよ、でもねネタ治りますまあ今のね監督のインタビューを聞いて振り返っておきたいのがこちらなんですけども、はい、3つね用意させていただきましたけども、1つ目が MVP は大竹と井上、2つ目がルーキー森下は想像以上の出来、3つ目は、開幕ローテは来週末から見えてくるっていう、この3つを挙げさせていただいたんですけども、この MVP の大竹井上というのは、うん、さんの目からどう映りました？ソフトバンクの時からこの大竹見てましたけども、向こうパーリーグでは慣れてるんですよね、うん、でセリーグではあんまり慣れてないんで、
勝てると思いますね、うん、うまく使えますしコントロールもいいしね、ちょっと足上げてから腕の振りが、ね、結構遅れてそこから速く振るんですよね。あんまり速くないんだけどタイミングみんなずらされてますよね、はい、みんなちょっと詰まりますもんね、はい、かなり戦力になりますよね。いやもうこれはもう絶対ね期待できます、左ピッチャーも先発でいうと今候補に上がっている伊藤将司投手ぐらいですもんね、左でいうとね、うん、ですからやっぱ左投手っていうのは岡田監督前監督時代から特に先発に関してはかなり重要視してましたね。みんな欲しいしね、うん、目線をこうずらすっていうのも浜中さん大事なんでしょうね、3連戦を見た時に。まあ右3つ続くよりはねこう間で挟んだ方がやっぱりいいでしょうしね。なるほどね、はい。あと野手の方では井上選手なんですけども、はい、どう映りましたか。今年サンテレビのツアーありましたね。 あの時の朝の質問の中で井上どうのこうのありましたけど、はいはいはい、あの時まだまだちょこちょこあの打ってたらあかんよと、はい、やっぱり井上っていうのはドカーンいうのがもうその持ち味なんで、うん、そういうのが出てきたらいいねって言うで、そこから聞こえたのかね、ガンガン言いましたね。いやほんまにこれでいいんですよ、うん、で3回三振して4回にドカーンといきゃもうこういうもんある選手ですからね、はい、やっぱりいいものをあの監督に見せましたよね、うん、監督に言われてからちょっと変わったような気がしますもんね、うん、やっぱ振るようになりましたし凡打にしてもそうそうそう、あのちょこんとね何してんねんみたいな感じで最初からいけみたいな感じで、今なんかでもねアウトコースだからセンターもできるバッターですからね、うん、面白いなと思ったのがこの MVP お二人が固定されてるポジションだったり、はい、うん、明言されてない選手が MVP っていうのは面白いなって私は思いました、うん、確かに。でも僕ね本当に実際に岡田監督で二人の実名出すと思ってなかったんです。ある程度こう野手あの、ね、こうぼやかした感じで思ってたんですけど、はっきりと竹井の上っていうのが出てきたんで、うん、この選手にはやっぱ期待してるんだろうなっていうのは感じはしましたけども、で2つ目ですけども、はい、ルーキーの森下選手は福本さんこのキャンプどうですか、打つ方はまず打つ方はやっぱりパンチありますね、はい、まあ、ちょっと最初出遅れて足故障してたんでね、それが治ってだいぶ良くなってきて、試合の中で変化球いってボール球を打ちに行ってやめれる、うん、そういう変化球にも対応できる、見逃し方もいいですよね。もうこれならもう十分じゃないですかね。使いたくなり、監督もそれはなりますよね。うん、今も詰まってるんですけど、やっぱ振り切れる、うん、振り切ります。はい、うん、であとはまた長打が出てくればね、また変わる、ね。それとね、守りもいいんですよ。あ、守備の方ですね。守備ですね。はい、肩も強いですよね。それからちゃんとね、打球を見ながら走塁もそうですね。いけるもんは前へ行くというね、よく分かってやってますね。浦和さん伺いたいんですけど、はい、ちょうど井上選手がそれこそ小本さんがツアーでちょっとおっしゃったその後にバンと打ち出しましたけど、はい、森下選手が一軍のキャンプに合流したタイミングだいたい同じ時期なんですよ、はい、だからこう井上選手が学年でいうと森下選手の方が1年上ですけど、でもほぼ近いじゃないですか、はいはいはい、そういう同じ右の外野で長打を打てるっていう、はい、刺激を受けるってあるんですか。いや絶対あると思うんですよ同じ長距離バッターで、しかもこうMVP の時のインタビューでも井上言ってましたけど、やっぱ森下選手やと思ったって言ってたじゃないですか、ね、MVP は言ってたです。だからそこの意識は多分相当してるとは思うんですよ。やっぱりやっぱ負けたくないっていう気持ちもありますし、はいはい、同じ外野手で同じようなタイプっていうのは感じてるでしょうから、うん、そこら辺の気持ちのちょっとこう負けたくないというのがあったかもわからないですね。岡田監督はね、例えば練習試合でも西純也投手と佐伯投手を必ず同じ試合に投げさせるじゃないですか。その同じポジションを狙う若手を競わせるっていうか、そのあたりが福本さんすごく意識されてるのかな、うん、やっぱりねちょっと意識してさしてますね、あいつが打ったら俺もうっとなりますよね、うん、そういうところは岡田監督うまいところかもわからないですよね、うん、はい、あと3つ目ですけども、開幕ローテは来週末から見えてくるっていうことなんですけども、まあ、開幕ローテで今結構決まってるところ多いと思うんですけども福本さんがこう期待してる先発が入ってきそうな選手って いやいやもう青柳でしょ、うん、はい、やっぱり一番おごられますけど安定してますよ、うん、やっぱ一番やっぱりこう先発投手陣が安定してますかね、うん、やっぱり相手のバッターもね、いやいやなというピッチャーですよ、うんうん、青柳か、うん、ね、そういうピッチャーですから、うん、まあ、間違いないと思いますね。阪神のピッチャーは順調に来ていると言っていいんですかね、中継ぎにしても。いや本当にみんないいですよ。中継ぎはでも外国人投手がさっきのキャンプラッシュでもありましたけれども、うん、
打たれたりとか、今故障でいないとかって少し出てるじゃないですか、はいはいはい、で岩貞投手が先発から中継ぎになんていうことも今ね言われてますし、そこの部分をまあ岩貞投手も多分開幕はね、おそらく WBC の影響もあって、いきなり全開っていうのは厳しいのかなっていうのもあって、そこがどうされるのかなっていうのは気になるんです。なんかすごい岡田監督厳しいことが言ってましたよね、外国人選手に対して ね、今じゃ使えないとか、はい、いやいやほんまそれぐらいでいいと思いますよ、はい、うん、舐めたらあかんでっていうね、うん、外国人にやっぱりそうやってガッと監督も言うてるからね、うん、まあまあこの間は悪すぎました、はい、ほんまに悪すぎました。だからこれでちょっと気持ち変えて次来るんじゃないですかね、外国人 ね、あのカイル・ケラー投手も次の日ブルペンで投げてた、投げてましたね、もう危機感ですよあれは。それを待つためのこの来週末1週間ってことなんですかね。まあ、来週末からそのローテーションのピッチャーがある程度こう逆算して、ね、開幕に向けて投げていくっていうところだと思うんで、まあ、そこら辺で見えてくるのかなっていうのはね、思いますけど。金曜日に青柳投手がもし投げたら、はい、もう自然と我々もそうなんだなっていうのが見えてくるという。でも期待しちゃいますよね、そこはね。クミカちゃんがある意味こう気になった選手とかいたんですか、こう逆に。私はね、あのそれこそツアーの時にもちょっとファンの方とお話をしてたんですけど、あの原口選手が私今年すごい光ってるなって。僕ね、最終日に挙げた原口選手はMVP だったんですよ。そうですか、あ、なんか嬉しいです。思ってたのは、はい、原口かなって思ってたんですけど、まあ、僕の個人的にも原口だったんですけど、控えでも代打って言われながらもあれだけ結果を残してまだいけるよっていうのをね、実戦でもずっと絶えず成績残して、で体も今年すごく、ね、大きくして作ってらっしゃるっていうのを聞いて、で何よりこう私たち取材陣への対応がすごい素敵なんですよ ね、いい時も悪い時も、あれがすごい応援したいなと思います。なんかね、もうほんまちょっとこう原口があのバッティングしててレギュラー取れるのかっていうね、いやっていうぐらいの感じなんで ね、そうか、ついてのことなんでしょうけど、はい、今年の、岡田阪神期待したいと思います。